中山ひとみは、霞が関総合法律事務所所属弁護士、社会福祉士、新型コロナウイルス感染症対策文化会員、同偏見、差別とプライバシーに関するワーキンググループ座長、第2東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会場無理事、総務省行政不服審査会員、目黒区教育委員長、定人監査役などを歴任した。 一橋大学に進学し、法学部にて学んだ。1985年に一橋大学を卒業した後、司法試験に合格する。1991年に司法研修所を修了して、第二東京弁護士会で弁護士登録する。霞ヶ関総合法律事務所に所属し、2005年から翌年3月にかけて、第二東京弁護士会の高齢者、 障害者財産管理センターにて委員長を務めた。また、2011年には第二東京弁護士会の副会長に就任し、翌年3月まで務めた。2013年には日本弁護士連合会の常務理事に選任され、翌年3月まで務めている。また、母校である一橋大学では、1998年から2002年にかけて、 女水会の理事を務めるとともに、2001年から2007年にかけて、一橋大学講演会の評議員を務めた。その他、横浜市立大学にて非常勤講師を務める。2017年6月から、定人株式会社監査役。また、新型コロナウイルス感染症対策本部の、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、構成員。 総務省の行政不服審査会委員、統計数理研究所の研究倫理、審査委員会委員、利益相反委員会委員、公益財団法人である自動車製造物責任、相談センターの理事、目黒区教育委員長、厚生労働省厚生科学審議会予防接種、ワクチン分科会基本方針部会当初部会委員、厚生労働省疾病、障害認定審査会委員、 国立市警官審議会会長なども兼任した。2020年新型インフルエンザ等、対策閣僚会議新型インフルエンザ等、対策有識者会議新型コロナウイルス感染症、対策文化会委員、新型インフルエンザ等、対策閣僚会議新型インフルエンザ等、対策有識者会議新型コロナウイルス、感染症文化会偏見、差別と、プライバシーに関する。 ワーキンググループ座長、ありがとうございます。